アニメ最新は完走すれ、に対するみんなの反応集。東堂、お前マジでかっこいいよ。あの黒線なんなの？東堂かっこいいけどキモいよ。東堂が光属性すぎて板取り視点で時々物理的に発光してんの面白すぎる。東堂はかっこいいとキモいを行ったり来たりしすぎで脳が混乱する。東堂の黒線ヒロアカで見た演出で笑っちゃった。原作絵が動いてる感やばくない？東堂のかっこよさとキモさが想像の 300% くらい上を行った。東堂、最高にキモくて最高にかっこよかったぞ。高田ちゃんパワーとブラザーパワーよ。黒線の演出のキモさたるや、最高だな東堂お前。東堂がかっちょいい。クソキモいのにバカかっこいい。俺やっぱ呪術で東堂が一番好きだわ。なんか一人おかしな精神テンションで黒い女神に愛されてなかった。東堂の黒線の演出意味わからなさすぎて笑った。前半東堂お前マジかっこいいよ。後半東堂お前やっぱりキモいな。今週めっちゃ漫画に絵柄寄せててよかった。やっぱイタドリとマヒトの中の人、殺し合いしながら収録してんだろ。渋谷が、オープニングの渋谷くんが死んだ。東堂に汚染されたワンフォーオールだったな。東堂のあの演出がパチンコみたいで金ちゃんの術式もあんな感じでやってほしいな。ただただ最高だった。イタドリの慟哭の声が悲痛すぎて中の人すごいだろってなった。イタドリの心が折れそうになってるシーンは、息苦しくなってくるほどだったわ。東堂のあれ何？に全ての感想が吸い込まれた。俺、ナナミンの分までちゃんと苦しむよで漫画のやつそのまま出すの神だわ。俺たちは何を見せられていたんだ。いやおかしいだろなんで光ってんだあのゲーミングちょんまげゴリラ。東堂最高にかっこいいよ。ところであの黒線は、実況スレを埋め尽くすなんでシャツ破った。前半の演技もすごかったのに感想が全部東堂に集約される。真人の演技良すぎる。東堂面白すぎる。最初といい最後といい真人の演技が良すぎる。前半の重いシーンが東堂の演出のせいで全て持っていかれた。東堂お前好きだけどキモいよ。最初から最後まで10億点満点の作画と演技で駆け抜けていきおって、今はただ、彼らに心からの感謝を。他にも見どころあったろ。イタドリの黒線とか、東堂が全部持ってったのは認めるけど。かっこよすぎる。ペンダントへの強調も含めて着々とあれの伏線を作ってるのが恐ろしい。一番かっこよく決まるはずのシーンが一番気持ち悪いってどういうことなの？メカ丸とミワちゃんの最後の会話でうるうるしてたのにキモい黒線に全部持ってかれてダメだった。引きが激アツすぎる。マジで最高だった。東堂のあれ見てちょっと脳が理解を拒んだんだけど多分無料空所なんだと思う。なんか今回東堂キモくね。新田の術式使ってるところかっこよかった。いろいろ言いたいことはあるけど一つだけ、ムタコウキチメカ丸表記にしてくれてありがとうマッパ。めちゃくちゃ良かった。来週はまさかペンダントか。急にヒロアカ始める東堂、ブギウギにも範囲攻撃で即対応する真人、東堂に応えて黒線決めるイタドリ、見どころいっぱいで最高だったわ。タカタンビーム思い出しながら黒線するのあまりにも希少すぎて笑っちまった。七人綺麗すぎやろ、その後の原作コマずるい泣いた。釘先には本当に申し訳ないけど、東堂のインパクトがいろんな意味で強すぎて釘先脂肪が頭から吹っ飛んじゃった。そっかあれ中身があれだからマジで東堂とイタドリと高田ちゃんの友情の象徴なんだよな、全部妄想なのに。かっこいいけどキモいキモすぎる、でもかっこいいよ東堂。来週は変身、主人公が変身するんだろうな。まあ今週の東堂はヒーローだったしな。のばらちゃんこれもうワンチャンもないな。ってレベルでおつらい。どうして中からの目線でイタドリを映したんですか？人の心がないんですか？淡い光に照らされるミワちゃんが美少女だった。散りばめられた死に意味を見出すことは自日射への冒涜となる。俺たちが立ち続ける限り死んでいった者たちが真に敗北することはない。俺たち全員で呪術師なんだ。当時も思ったけど今の本誌を見ていると余計にマジでハッとさせられるわ。東堂お前こそがブラザーだよ。今現在どこで何してるん？生きてるん？気づいたら前半の真人の開演が後半の東堂の意味不明さに塗りつぶされてた。真人きっしょ、東堂きっしょ、いやかっこよ、きっしょ、の繰り返しだった。なんかめっちゃ元気出た。魂に響かない攻撃は無駄って言ってた真人がこの後間に無料空所されると思うと。というかあんなに動けるのに一発触られたらアウトとか真人インチキやろ。みんなジメジメしてる呪術の中で唯一と言っていいほどの一点の曇りも湿りもない光属性を持つ男。東堂の黒線の演出は扉絵を元にした感じか。あの絵好きだったからアニメでやってくれて嬉しい。七人もそうだけど、東堂も好きすぎる作画スタッフ多いなこれ。気合の入れ方が違う。そして黒線決めるまでの流れが気持ち悪すぎる褒め言葉。かなりオープニングの演出変わってたな。こっちの方が好きだ。終盤変わってたね。街が荒廃して暗闇が広がっていくようになってた。東堂マジでかっけえのにマジでキモい。ここまでこの二つを両立してるキャラいねえだろ。
呪いというか負のエネルギーを出力してるとは思えない光属性。ブラザーやっぱりお前最高だよ。コーヒーの染みトントンしてるシーン漫画で伏黒が何もないところトントンしてるの配置の都合かと思ってたけど、アニメでも何もないところトントンしてて笑った。東堂はいくら持っても東堂だからなーで済む強すぎ。あんなキモい国戦あってたまるかよ。真面目に戦ったら普通にただただかっこいいことがわかる東堂かい。言ったよな、新田さっき期待しといてくださいよって言ったよな。一部に目をつむれば東堂めちゃくちゃかっこいい。いや目をつむらなくてもかっこいいかもしれない。東堂はやっぱかっこいい。きっしょ。我ムタミワオ氏、アニメで改めてムタミワオ摂取うるっとくるも直後の白目キモゴリラに余韻をぶち壊された模様。好奇地になる瞬間メカエフェクト消えるのいいよね、いい？新田に声ついたせいで釘先助かる感が原作より跳ね上がった。期待しといてくださいよって言ってたもんな。新田が思ったより変な関西弁だった。改めて見て思ったけど新田お前なんだその服装。ダメだ、見どころはたくさんあるのに半分以上を東堂に埋められた。勝利用 BGM 流れ出すの笑った。無駄にきらめくペンダント。なんなんすかあのシャイニングブラザーは。なんなら声だけでもかっこいい、このタンタカターンは。幻聴か。ブラザーの黒線、ワンフォーオールのスマッシュで草。三輪メカ丸の別れのシーンと東堂の黒線の温度差で風邪ひいたマジで。光る属性物理。存在は反転術式が。最後の東堂の黒線の演出を見てる弟バキじゃん。同じくワイイナイレのシュートじゃん。高田ちゃんタンタカターン、弟、ワイ。プラスウルトラって言い出してもおかしくないのくさ。ひょっとして呪術回戦で一番呪術師向いてんの東堂なんじゃねえか。イタドリ、パスターンさせられたり京都校入学イフされたり存在しない記憶に巻き込まれすぎだろ。主要内容ちゃんと平家物語でくさ。オープニング最後仲間たちがいたとこのカットが廃墟の暗闇に変更、からのイタドリ一人ぼっちで終わるのひどい。あの五条ですら内面は相当じめってるのにこんな仕事しといて未だに湿度のかけらも見えない東堂。東堂が歩いてくる時に意味深に胸のペンダントが大写しになるの笑ってしまうだろ。こんなん笑うわ。東堂だけファンパレみたいな戦いしてるのなんだったん。イタドリ全然ただの人殺しなんかじゃないよ。やったのは宿儺だよ。自分は役に立てないどころか人を大勢殺して仲間たちは次々死んでって状況に打ちひしがれた仲間を一声で立ち上がらせる。サンキューソーマッチ、ベストフレンドなんよ。監督と40話の演出担当からいくら持っても問題ないでしょとお墨付きいただいた男東堂葵。登場時が半裸で伏黒に女の好みを聞くという通報待ったなしなくせに登場するだけで放映時間が夕方6時あたりになりそうなパワーがあるのずるすぎるだろ。今週のりとしと一緒に座ってたせいで不思議と違和感ないな。七海も東堂も、イタドリはイタドリのこと本当に思いやってくれる先達に恵みまれてるよね。マジでかっこいいんだよな東堂。それはそれとしてキモいけど。なんつうかさすがあのつくもとしていなんだなって感じするわ。あまりにも優秀すぎる女子付き東堂。呪術のどれだけ湿度高いシーンでも東堂読んだら一発で解決する説ある。東堂葵とかいうかっこよさとキモさを矛盾なく両立できること証明してるけうなキャラ。ごめん、やっぱキモいわ。あのキスマチ東堂演出は何？国戦のシーンで存在しない記憶がもられる男東堂葵。東堂だからな。獄門鏡持ってかれたことに対してノータイムで作戦切り替えるのまさに冷静で的確な判断だからすげえよほんと。それはそれとしてマジでキモいよ。いやマジでここ2週の打つ展開をぶっ飛ばす東堂の存在感と演出やべえ。なんで釘先のあんな顔ドアップにした？いえ、あんなん無理じゃんよもう。あ、ありのまま起こったことを話すぜ。俺は推しカプの別れを見届けるために涙を覚悟しテレビの前に座ったんだ。けれど涙はまばゆい光によって瞬く間に乾かされていった。何を言っているのかわからねえと思うが、俺も何が起きたのかわからなかった。正直東堂キモいと思わなくなってきた。かっこいい。今投票したら1位やるだろ。ご視聴ありがとうございました。高評価コメントよろしくお願いします。